けど、うん、そうよ、俺は助手席でいつもミラーばっかり見てたよ。ミラーってあのサイドミラーな、前と信号と、おっかねえもん。どっかんやられたら嫌だから。でも楽しかったです。久しぶりだね。ありがとうございます。まあ、みーさんね、すごく楽しかったですよ。まあ、聞いてっかどうかわかんないけど。ありがとうございます。運転は下手だよ。うん。カムカムさんはコメントも一度もしてなかったよね。アイプロックです。さよなら。そういうロムってさ、そういうこと言うのはやめようよ。面白くねえから。なあ。何言ってんだよ。俺の放送にも来たことねえし。向こうのコメントにもあげたことねえし。バカなのか、こいつ。病人か、おい。誰なんだよ、おめえ。クソ野郎が。こんなのばっかりが言うからよ。ま、俺はコメントは読まなかっただけだけど。ねえ、兄ちゃんは、人が増えたら嬉しいんじゃない？へえ、嬉しいんだ、と思って。バカが増えるのが嬉しいんだ、と思って。初心者ってこうなんだって思って。なるほどねーしかないよ。俺はね、うん。マジで。イベント終わった途端、うなちゃんと会うのもうないとかマジ失礼だと思うわ。どうかね。いや、また次のイベントはあったら、うなちゃん、うなちゃんって言ってくるかもしんねえよ。綺麗な人だったね。さあ、普通じゃない？別に、ブサイクでもねえし。うん。だって俺、どっか一緒に行こうぜとか、口説いたつもりもねえし。家まで送ってってねーって言っただけよ。で、家まで送ってってもらって、じゃあねーっつって、気をつけてねーって、バイバーイって。
ねえ。あ、でもね、みーちゃんはね、身綺麗にしてる人よ。だから他の女性阪神者と比べると、身綺麗だよ。うん。年齢とかそういうことじゃなくて。うん。とは思う、俺は。うん。そこはね。うん。この人は、自分のことは自分で、ちゃっちゃとやる人なんだなーって。うなさんって自分に都合よく解釈する。あ、だから、それはみんなが見て解釈してくれりゃいいだけで。俺はどうでもいいよ。俺はただのおじさんだから。うん。ね。パンピーさん。俺別にあなたと会話してないんだよ。ロックオンしたら、パンピーさん。おじいさんでしょ。俺がってこと？うん、おじいさんでもいいじゃん。じゃあ、52歳でおじいさんなんだ。お前のお父さん何歳だよ、熊田。おい。クソ野郎。てめえいくつなんだよ。剥がしてやろうか。電話かけてこいよ、こんな野郎。おい。おい。できんのか。やっちまうぞ、リンリンタイム始まっちゃうかんな、この野郎。おい。おい！こざーこねえら！何がおじいさんでしょう？なんろむっちゃってんの？余計なこと言うなよ、お前。ガキがよ。出てくんなよ。あ？リンリンハウスじゃねえよ。それテレクラだよ、バカ野郎。ガラス。それは、テレクラ。ね。リンリンタイムは、俺の方。あった？ダメだっつんだよ。ハウスはダメ。ね。火事になっちゃうから。ぼや騒ぎで、放火されちゃうよ。ヤクザに、カスリ払わなくて。ね、気をつけてね。あった？あったんかよ。よいしょ。テレクラ、そうだよな。早撮りシステムとかな。なんかあったな。うん。テレクラってそういうのあったんだよ。
まあ大体ほぼ遠行だからあんなの。あのテレクラは一番分かりやすいのは、当時は電話はかかってくんじゃん、店まで呼んじゃえばいいんじゃん。ねえ、店まで呼んじゃえばいいの。わかる？来れるぐらい容姿に自信がある女だったら来るよ。不細工は来ねえから。おいでーって。それだけ。あれ？いちいちこっちからよ。な、くそ暑いよ、中よ。な？箱から出てよ。な？表歩いて行くかよ、待ち合わせ場所によ。舐めてんのかよこの野郎って話だよ。で向こうはよ、自分の容姿もよな、言ってもいねえのに、こっちの見た目どうのこうので仕方だろ。俺何そこに10分ぐらい立ってんの、バカか。ふざけんなよ、てめえが来いよこの野郎、クソ野郎が。金欲しいんだろうがよ、バカがよ。うなさん昔からモテなかったの？俺は昔からモテなかったね。彼女はいたんだけどね、ずっと。俺、彼女がいないことは一度もなかったんだけど、ちょろちょろ遊んでたから。うん。わっちゃん？わっちゃんは、モテなかったのかな？うん。おじさんは、だいぶモテたよ。ねえ、あったん。ねえ、頑張ってね。女子にモテるかモテないかは、あんたの器量だから。あったね。顔じゃねえから。うなさん昔からモテなかったの？なんだそれ。バカだろお前。小僧。中学生かよ。はい。おい、早く米しようよ、この野郎。幸男、一人でいるのは今が初めてじゃない。そうだね。でも、今は、俺は、幸ちゃんさ、これでいいやって思ってるから、レディースは、
来ないね。来ないというより作らない。来ないというより作れないね。誰もまあ俺には来ないよね。一人も気楽だよね。まあまあね。そうよ。だから昨日だって車で迎えにリスナーが来てくれて乗って京都まで行って飯食って送ってきてくれてじゃねーって気をつけて帰ってってもうそれで十分。うん。JK を襲っておいて言ってることはよくわかんないんですけどどこにその JK を 襲うっていうのはソース出してねえねえ新宿あたりでプラプラしてた夜学のパータロー女だろうがよおい新聞記事ばっか読んでんじゃねえぞこの野郎パンピーよ片親でよこの野郎人から300万もよ示談金持ってきやがってよクソ野郎がよあ母親おめえ水商売のおめえあ商売やってやがってよふざけたこと言ってんじゃねえよ。おい。パンピーくん。俺300万払ったよ。だってその時に俺、枝野幸男を俺のあれだもん、弁護士つけてたから。すいません。ゲルゲさんは関係ないんで。すいませんね。ゲルちゃん、いつまでもうちの身内の話すんのやめてね。じゃないと、お前の身内の話も全部めくっちゃうからね。お疲れさん。普通の女子高生じゃねえよ、あんなもん。ポンチューじゃねえかよ。覚醒剤やってたんだから。やめろっつって。枝野って弁護士としての腕はどうなんですか？知らないな。わかりません。私は、わかりません。そんなのいちいち気にしてねえし。ただ、視線だと、まあ、保釈とかなんだとかいろいろ動きが国選じゃないから早いからうん そっかゲルちゃんは俺の家のごちそうって思ったのかそっかあんたは家で親にそういうものを
食べさせてもらってなかったんだね。寂しいね。頑張ってね。うん。うん。何言ってんのかな。アンチって面白いよね。そもそもさ、あ、俺はだからパクられたら弁護士は国選は全部無理よ。うん。うん。いや、金があるからっていうより、うん。まあ、預貯金とか、そういうのは、どうのこうので、うん。視線じゃないと、うん。ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。そういうのみんな知らないでしょ。うん。ああ、もう飲み終わるぞ。昼で終わるか。もう捕まらないでね。俺が？捕まることはないよ。だってみんな考えてみなよ。ね、俺がさ、次に何して捕まんのよ。何にもないよ。ねえ。何にもないよ。普通にふわっちゃってのんびりやって、みんなが花火上げてくれて、佐野をあのワンコインダンサーにしてくれてたら最高じゃん。フラットバード佐野なんだからね。えじゃないですか。フラットワードだよ。あなたは別にねえな。まあ、うん。そうよ、みんな。あ、あと残り9分ね。うん。今日は楽しかったな。あとはほら、みんながほら、放送どこがやってんのか知らねえけど、見たいの行きゃいいんだって。自由に。ね。自由に。無免許運転をしたらダメだぞ。あ、俺が？いや、だって車がないから。うん。見たいのちゃんまんしかないのよ。バント？ケンゾも？でも、それしょうがねえよ。俺は俺で終わるから。だって、こんなん、クソつまんねえさ、バカがやっぱり来るじゃん。だから俺だってなえるわけよ。
こんな奴ら、な、ああじゃねえ、こうじゃねえ、言う奴らのために、俺なんで放送やってんのかなって。本当はよ、もっともっとよ、ちゃんまんちゃんまんって、仲良くしてくれる人の、と、放送やりてえのに、バカが来るんだろ？ゴミじゃねえかよ。ああ、特命係長ありがとうございます。フラットバーアナナムル。決まった。あざーす。だから、俺も、起きてる時間は、まあ、今日は枠開けようかな、とか。で、眠くなったら寝るだけだし、そこら辺はね、みんながどう思ってるかはわかんないけど。夜があるんですか？知らない。うん。知らねえよ。んなの。今日は夜は、阪神タイガースがあるから、多分俺野球家で見てんじゃない？うん。だからその間は、放送はやんないと思うよ。ごめんね。レイパーなのに反省がない自分が悪いのでは、すいません。パンピーさん。だったら、俺のチンポが立たない ED 野郎とか、タヌキに書くのやめて。レイパーってチンチンが立つ人でしょ。ビンビン野郎でしょ。はい。ごめんなさい。お疲れさんでーす。ね、何レイパーって。誰レイプしたの俺が。教えてよ。おい。俺が誰レイプしたんだよ。名前出せよ。この野郎。固まっちゃうんだよね、こういうの。俺が誰をレイプしたんですか？ねえ、パンピーさん。おら！おら、この野郎。てめえよ。パンピーくん。パンピーくん。パンピーくん。パンピーパンピーパン。パンピーくん、パンピー、パンピーくん。早くしてよ、パンピーくん。いいだろ？ああ。遅すぎるぜ、パンピーくん。お前のコメント。パンピーくん。とろいんだよ。バカがよ。遊んでやってんだからよ。来いや、この野郎。使えねえよ。パンピーの歌は新た。ミミズは逃げぬ眠る決めた。あざーす。
消えたか、消えたか、パンピー。どうもうコメントあげねえじゃん。消えちゃったよ。ゴミだから。ああ。どこ行ったの、あんな。寝言みたいなこと言って。なんだ、あれ。いいよ、別に。みんなあんまりいじめんなよ。精神病なんだから。いや、やめろって、クリ。っていうか、クリ、お前もゴミだよー。みんな、こういうクリって、ね、出てこいや、お前とか言って、な、偉そうなこと言ったけど、こいつもゴミだから。こんなの俺の放送に一回もコメント打ったことねえやつだから。一撃ブロックだから。ああ。おめえがよ、そんなとこでよ、寝言こいてんじゃねえよ、この野郎。おめえなんかいらねえんだよ。バカがよ。バレてんだよ、全部よ。ケツ、お前全部見てんだよ、お前、俺はよ。舐めてんの、お前。バレバレだからね。んなもん。誰だよ、お前。アホか、お前。なんでこんな時だけ、な、コメントで生きて出てくんだよ。バカ。サンジェスト、おめえも一緒なんだよ。ブロックでーす。わかる？こういうのわかる？こんなんもう、ほんとゴミなの。こんなんいねえから。お疲れさん。お疲れ。ね。もうモンキーには乗らないんですか、ブロックでーす。さよなら。はい。もう早いよ、俺は。気をつけて。今日はブロック祭りですよ。あ、ちょっと待って、スクロールして、過去に、このおじさんは、古典を覚えてるんだよね。はい、すいません。お前もブロックです。はい、さよなら。はい。何がエクソだよ。おめえエクソじゃねえじゃねえかよ。ふざけんなよ。人の子、なん、古典をおめえ、舐めて使ってんじゃねえよ。バカ。はい、一撃でーす。ナムル。一撃ブロック、ナムル。幸せ。まあ、祭りかどうかわかんないですけどね。皆さんは、楽しくやってくださいよ。俺寝ますんで、この後。ね。最後バカが来たからカチャカチャやったけど、じゃあ俺はもうそういうのはもう別にどうでもいいんで、
数字とか気にしてないんで。はい、お疲れです。